これ詰めていきましょうか。ボス総集編。I will be to him。さあ開始数秒でまさかのこんなねゴリラのなり損ないみたいなね、出来損ないの、あの筋肉オラウタみたいなやつにいきなり場所は勝負されているところがまあしんどいんですけれども、まあ通常プレイをやっていくっていう感じなんでね、まあありったけの火力をボコボコにしばき上げていこっかということで、右手のお手手がまあ散らかってるよということで、ほいほいほい。これちなみにね、まあ意味があるのかどうかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、まあとりあえずとりあえず切れるだけ切っていって通常にアタック、本当はお目目を切っていくのがいいんだけど、ほいこっちおいでこっちおいで、さあどこ行く、どこ行こうというのかねー。いきなり切れてる、切れ散らかしている。てぃー、やばい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 、ひらめっとーサービスですよ。たった100万円だけどプレゼント for you。 OK、 いいね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 、あちょあちょあちょ、おめ玉おめ玉ください。ガッキーン、ラガキはガッキー、リサーチを終わっちゃった。リサトレバーと作りの親、あ、でも違うな、リサトレバーとこいつって親戚なのかな、ウイルス親戚みたいな。おしまいでーし。はい、2回戦始まるよ。第2入場ありがとうございます。ごちそうさまです。ちなみにこいつはパコン、あれあれあれ、パッコン、ハチマキ、ヒラメッチ、こっちで、いてて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 、当たるのか普通に。当たるんかい、おら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 、引っ込み引っ込み、引っ込み引っ込み、まーるや、ズーン。これ、お手手を攻撃してたら、多少ダメージを与えられてるのかな、わかんない。ズーン、くるくる、来た、あ、非常にまずいです。非常にまずいので、非常にまずゴンスなので、体力回復&防御力アップをしながら、第2回戦、3回戦、4回戦、5回戦、6回戦、7、あれここに、あ、そっか、一個あれか。久々にやると分かんなくなるもんですやん。さあ、ということで、お注射戦士リリーですよ。いー、さよなら。お注射戦士リリーってあれだよね。確か、HP を2000だか、2000払ってたっけ、なんか3000まで回復する。違う違う、3000のポイント攻撃力アップしてて。なんかビッグファイブがさ、急にロリに目覚めてさ、お注射戦士リリーブレア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 、あれめちゃくちゃ後ろにいたゴンスですよね。ということで、とりあえずピーコー。さあ、火炎放射の時間です。炎の渦燃え散らかして、バーニングさあ。なんかすごいプルプルしてる、すごいプルプルしてる、プル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 。ああ、裏剣はずるいです。表剣もずるい。ああ、当たってねえのかよ。燃えろ、燃えろ、燃えピッピー、燃え燃え燃えピッピピピ。ああ、いいね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 。さあ、あっちっちのち。バイオハザード4と比べるとて、なんかすごい、こう、良心的な感じがしますよね。さあ、燃え散らかして、このダメージが一体どこまで行くのかお楽しみやーれ。さいならバイバイ。走ってくるか。いやー、ダメか。これだけ燃やしてもまだ復活するのけ。なかなかやるじゃねえか。あーたこライス。おら、沖縄出身のナンクルナイサーシークワサー。てか、裏剣しません。表剣です。やばいです。ってことで、お目玉、プッチン、痛い。うれうれ、うれ、どうして、どうして、どうして。うら、お兄さん、もっとやる気を出さないと。そんなんじゃ、マーカーを飲んだところで、最終的にはナイポヨになっちまうぜ。いい。ポチッと待ってろよ。あ、やばいやばいやばい。これは非常にまずいですね。あー、燃えてきたー。一発目、もう見舞いした。やばい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 。このもと。さあ始めよう、リベンジマッチだ、これがリアルだ。もうなんかもうすでに始まっている、みなぎってきたー。じゃばば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 、燃えてる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 燃で、もう一回倒れたんです。あ、いや、倒れんのかい。いやいや、まだまだ、まだだ、まだだ。まだ燃やし尽くし足りてない。まだ燃やし、もっともっと燃えろ。ほら、焼き鳥の気持ちがわかるだろう。焼き鳥っちゅうのはな、焼いて食べたらすごく美味しいんだけど、意外と家でやろうと思ったら煙が巻かれまくって、ちょっと結構大変なんですよっていう。さあ、来るか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 。はい、ドンキーコングは、てい、ジャンピングスクワッター。
筋肉つくわけじゃないけど体力にはなかなかいい感じでゴンス。さあ燃え散らかしているというところで、ほらもう一丁だ。あやばいやばいやばい、あちゅ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 、待って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 、へっこめへっこめへっこめ、引っ込めへっこ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 め、オッケー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 、マカライス、あちゃ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 、オッケー、おしまいです。いやー、まさかのね、まあ、クラウザーにもボッコボコにされてるからね、まあまあそこは気にしないでもいいんじゃないですかね。はい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 。まあ、いずれこうなることっていうのは、第3戦の開幕でやんす。さあ、腕力、剛力が敗れたということは、さらにもう一つお手手を増やしていくしかないでしょう。そうです、私が変なおばさんです。あ、変なおばさんだからブッシュー、まさかここでね、一発ぶちかましただけでなんとかなるっていうかと思ったら、そんなことにはならないっていうことなんでございますよ。はい、たかだか硫酸弾一発二発ぶちかましただけでね、もう溶けてなくなるようなシュークリームだったら冷蔵庫なんていらんのですよ。うん、さあコーヒーも一通り飲み終わったところで、ウィリアム vs ウィリアム、意味がわからない、うん、で一個思ったんですよ、一個思ったんですよ、ここに入るのにさ、あの3つ目のさ、上級職員にならなきゃいけないってあのさ、なんだっけ、リストタグでさ 1,2,3 っていうやつじゃないですか。でさ、マスターランクになるとさ、そのマスターランクを持っていなかったらまさかの事態が起こった時に、残念ながらお前は逃げることができないから、さっさとこの研究所ともに爆破しておしまいっていうことになっちゃってるのかなって、なんかそんなこと思ったりもしたっていうことなんですよね。で、まあここでね、お注射天使リリーって、またかよ、しつけえなリリーって、まあこいつの場合はヒットポイントが1500しかないのに2000を打ち散らかしたからゆえに、その500ポイント分のね、差額がやっぱり怪力になりますよって。で、怪力にするためにやっぱり誰かとね、ポケモンを交換しなくちゃいけないんですよ。ゴーリキーとユンゲラを交換しなきゃいけないっていう、まあそういう法律が決まっているんですけれども、まだいつ誰が制定したかっていうのは、おい責任者出てこいっていう話なんですけど、まあそんなことを言いながらもどうでもいいんだけど、うん、やっぱりね、友達がいないと怪力になることができますので、友達の代わりにこう今ね出てきてるね、アネットさんっていうね、アネットさんっていうバーさんっていう人がね、サンさんでね、リュウさんさんでね、やってね、ほーやってて、名刺管理ちゃんとせーやー、サンさんみんなでサンさんさんこ、豊島はいらねー、今は12歳の女の子が大好きなんで、あー痛いよね。まあでもあそこで背骨がねポキッとなってても大丈夫ってくるんですけど、チャンピオンベルトはどこだおいって、もうヨタヨタなってる。やっぱりな、上半身鍛えすぎて下半身がお姫様みたいな感じでボッコボコになってるよね。これちなみにこのピッてやらなくてレオンだけがヒュイって逃げてたらどうなってたってことですよ。さあてか早く撃てよ、レオンもレオンでさ、ここから出すわけにはいかないのって。じゃあここで倒さなくてもさ、なんかいずれ爆発陳列剤どうにかなっちゃうっていうところだから、もう良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあまるでここに落とされたティラノサウルス VS アラングラントみたいな状態で、とりあえずまた一発目をお見舞いと、で二発目もバイバイ、あぶねばい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 、あぶらばいばい、あれお目閉じてる、あれお目閉じてる、お目ぱっくり、パック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 、7発しかないんです、許してください。7発しかないのをプレゾン、オッケーさー、違う、どれおら、どんな手段を追ってでもお前の臓物と五臓六腑染み渡されるぜ、燃やしつつぜ、元気になってきた、みなぎってきた、やっぱりコエンザミ聞いてて、かーかー、痛い、俺はこんなところで死ぬわけにいかないんだ、もうすでに一回死んでるんです、助けてください神様、誰か、うおー、みなぎってきた、さあ俺の爆裂パンチを受けてみろってか、いいだろう、爆裂パンチを受ける前にこっちは自爆してやるよ、おらおら、大爆発、もっと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 、あれこれ食らってない、食らってない、食らってる、俺が痛い、あーなるほど、叩き潰しか、叩き尽くすってそんな技持ってたっけ、あーよく見たらあれなんだね、ひび割れ、赤切れ、助けて、うわー、燃やせ、お前がせって爆裂パンチで混乱をやろうとしてくるんだったら、こっちは火炎放射ですよ、おらおら、キノコどころじゃねえぜ、燃やし尽くす、おのおのうぜ、燃え散らかして、その臓物庫が全てなくなるまで瀕死状態にしてやろうじゃねえか、バーカ野郎、この野郎、燃えろ、そんなものを持ち上げてやる暇があるんだったらダメかもしんない、やばい、うっそん、で、ここにアイテムはないのか、あれ逆、こっちだったっけ、おら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 、火炎放射燃えて、遅い、へえ、ここまで反映するんだった、ブワー、助けてください神様、ブチュブチュです、
以上、next time。さあ、何ゾンセント来たら、カイリキーまで倒されちゃったら、私どうしたらいいんでございまっぺーということなんで、なんかまあ、怒り猿とゲンガーが融合したみたいな体になってね、なんかもう怒り散らかして、暴れるをしながら、しれっとシャドウダイブじゃないや、シャドウパンチとかをしてくるような感じのね、ポケモンが今から出てくるんでね、皆さんご注意くださいよ。はい。もうやっぱりね、ゴーストと格闘が融合したらさ、あれ、お前らお互いに攻撃をこう打ち消し合うんじゃないの的な存在がやっぱり融合すると、M1 が始まるとしてる。いけ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 、皆さんは歴代の M1 王者の中で一体誰が好きですかね。ポケモンの話は一体どこに行った。151パッパッパッパ。まあ今ダイヤモンドね、ブリリアントダイヤモンドなんかってもやったりもしてますけど、まあやっぱりね、こうポケモンってどのシリーズをやっても面白いっすよね。うん。まあ最新のポケモンなんかいじめを取り扱ってなかなか難しかったりするでゴンスっていう感じなんですけど、さあということでお帰りしましょう。あれなんかあれ入ろうと思ってたの階段がなくなってたんだけど、どうやって私入ったらいいんですかね。それとももうあれかな、私が自分で運転するからもうあなたなんかいらないわよ。シェリーマイラーソスウィーババババッ。さあとりあえずまずは燃やそう。燃やしてめちゃめちゃリロードプレイロードプレイロードめっちゃ時間かかる。ピーとめっちゃ燃えてる。あれもうすでに、あれこんなすでに燃えるっけ。スイ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 走ってくる壁のうちめった打ち。さあこっちはなんだろうな、あの火の玉じゃない、なんかこうやって発射するさ火炎放射器みたいなやつじゃなくてさ、なんかあったべやあったべや溶かすやつっていうのはなんだ。下で舐めるか、下を舐めるか、それともつつくか、つつくドリルくちばし、下を舐める、絡みつく、巻きつく、締め付ける、全部エロい言葉に聞こえてくる。何よりも一番やっぱ直接的にエロそうな言葉は潮吹き。しかも体力によって威力が変わってくるもの技でございます。噴火はそんなことないんですけどね、大噴火。さあ行こうぜ行こうぜ、さあどんどん行けどんどん行け。でお前どうせあれだろ、またどっかであの壁伝いで逃げていくってマリオみたいに100ってどっか行くんだろ。さあ硫酸弾で溶かして差し上げましょう。あれ食らってるのか食らってるのかわからないけど、とりあえずじゃあ爆発物侵略剤。あれ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 、なんか食らってるみたい。あおわわわわ、直接ぶち、でもやっぱあれだから直接お目玉にぶち当てないと、あんまり悪くかがなさき。あちょちょちょ、酔っ払いよさ、おじさん酔っ払って。そんな、でもなんかあれだね、前回下半身を鍛えるのをちょっとミスっちゃった。フィジーカーみたいな感じの体質になっちゃう。まあ、フィジーカーの方は別に足細いわけじゃないけど、やっぱボディービルって比べるとっていうところがあって、バーディー入って、マジか、まさかの落ちてこない。こうそっち行ってからの高速球、ゴーゴーダローン、アクション仮面、正義の仮面、カンタム、ブリブリザエモン。なかなかやりよる場合、こいつあれかな、リュースン前の耐久力は実は意外と。手が端っこ無理でした。端っこだけよ、端っこ、先っちょだけ、先っちょじゃなくて端っちょだけ。よっしゃ、いけい。そんなお目玉ぐるぐるなっている最中はあるんだったら溶けていけ。まあ、やっぱあれだね、そう考えるとさ、なんかさっきさ、カイリキーを倒した時のさ、3番目に出てきたなんか おばちゃんいたじゃないですか。おばちゃん、あいつの硫酸だって強かったんだなって思うよね。これ直接向かってくるでやんすか。直接向かってくるでやんすー。ドゥン、はい、ビリ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 。そんなね、飛び跳ねるとかね、威力85の技なんかダメよ。俺はいつでも 15% のこと。オッケー、もう一丁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 あとはもう爆発でおしまいです。さあ、いけ。ちょっと待って、爆発、食らないのか、こいつは。やばい、体から勝ち身煙が出てきている。勝ち身煙、よしよし。あとはもう時間の問題か、時間の問題ってなったら、ガトリングガを、全ての目玉を潰し、
尽くすまで私はあなたに愛するのをやめなせん。これは俺が死ぬのかお前が死ぬのか、それとも時間の問題なのか、これあと眺めていようか。眺めてチュン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 、これも時間の問題、ちょっととどめ刺しに行った方がいいのか。いやいや、とどめ刺そうと思った瞬間にしびれるんかい。しびれごな眠りごな毒の子なブン。パチュニアパチュニア、おしまいです。タラッタラッタ、ほんとこれ体ってどうなってんのよ。ラちゃんが落ちてったよ。おい、I want you, I want you。 なんだったっけこの曲、なんとか48、 AKB だったっけ、 AKB で合ってるよね。うん、もうあの HKT だったかさ、 NAB だったからさ、あのさ乃木坂だかなんだかなんかだから、あれ欅坂か桜坂かなんかあれ、ね、なんか一緒だっけ、それがもうよくわかんない。あ、日向坂46とかもいたよね、なんかね。もうなんとかなんとかっていうのがもうわかんないから、とりあえず僕の世代はあのモーニング娘なのかなと思ったり、あ、でもやっぱりあれかね、あの白石なんちゃらさんとかさ、あの桜井なんちゃらじゃないや、なんてか、サッシーか、あのなんかいろいろと問題発言をしたのに、また何にも一言触れずにさ、人を傷つけるだけ傷つけて自分をお咎めなしだって、ギャッ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 って言ってるさ、あの女の子がいるんですけどさ、そいつら同級生なんだよね。あちょあちょ、さあ燃えろ火炎放射区の出来損ないのゴーリキーが、片方の腕だけがそんなに発達したところで、貴様の怖いです、痛いです、刺さないでください。うお、やばいやばいやばい、なんかすごいなんか盛り上がってる、もう私たち盛り上がってる。チャラチャラチャ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 、怪力になれない、チャ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 、そうなんで怪力から急にゴーリキーにあのあれなんですよね、格下げになってる。ドンドンドン、お前マグナムって知ってるか、お前のマグマムの方がご立派ってか、このマグマムやろう、マグマムやろう、マグマムマグマグマグ、よしよし、いけ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 、ペイッ、やべやべ、ドゥン、あ、痛い痛い痛い、この地響きっぽいやつは、あのこれ食らってんのかどうかわからないんです。映るんです、富士フィルムって、逃げてポッポピー、ボイシボシ、やばいやばい、ボシボシ、よっしゃー、俺の方が俺の話を聞け。あれ、これ回復薬がないぞ、これは非常にまずいな、これちょっとナメプオーツだったな、これナメプオーツになってるのはまずいぞ。ほいパキーン、これ自分も食らっちまうんだよな。ほい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 、オッケー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 、それをいじめている間に、それをいじめている間にていていで、もうちょっと、あ、間違えた、そうじゃない、トゥイ、逃げろ、ゴリラ、ゴリラから逃げろ、ゴリラから逃げないと非常にまずいことになる、トゥイ、あー、なるほどね、ゴッキゴッキしてるよ、もうそれさ、1トンの重りがかかるからやめといた方がいいよ。なんてことを言ってる余裕なんかなーい、ちょばばば、これっぽっちもんなー、あー、燃やすくす、燃え、ピピッ、燃え、あ、いて、大きい、来たー、エイダが落ちてきたー、お前、そんなミニスカで入ってきたら、もうパンストがビリップに破れて、キャー、白いパンティーが待ってたんすー。でもな、本当にね、エイダってさ、こう程よいさ、こう片手に収まる程度の膨らみがあったからこそ良かったのに、これじゃあさ、両手で積んでやっとみたいな大きさになっちゃってるんですか。で、あの、エイダ巨乳化計画っていうのはちょっといかんともしがたいんですが、これちょっと逃げれる、痛い、危ねえ、ついっぱい、さあ。で、こいつの増物庫、宝物庫でね、増物庫が出てきたところで、以上、終了、さあ、next time、いつ何が出てくるかな、お楽しみに。ゲの鬼太郎の正体は G5 はぁ、さあラストの戦いがいざ始まろうとしている。そしてなんだかすごい巨大化ウイルス注入をした姿のお父様パパ上がやってきたというところなんですけど、私一つ疑問がございます。なぜこいつはここまで大きくなったのかなどではなく、こいつが大きくなってこうどんどん侵食してきているにもかかわらず、そんなことはどうでもいいんだ、なぜ電車が腐っていくんだ、どんな感じでこう燃えてしまえ、もうそんな細かいことを気にして人生過ごすなんてアホなことはしないで、とっとと燃え散らかせ、あーちょパイパイ、言えるあなたの C カップを教えてくださいじゃないですね、こいつは一体何カップなんだろう、あーちょ
たちはおしまいです。お前がおっぱいに目を見とれている間に、私がじわ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 与えたダメージが、そうです、巨乳の谷間ちゃんになっているのです。なんという全くもって理解不能な日本語。この実況者ベラ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 と喋っているんでしょうか。そんなことは一切合切気にしないで、21歳の若者が19歳のおててとおっぱいを掴んで電車の中へと放り込んで、12歳のロリッコの前でいらぬことあらぬことをしまくろうとして、あーてぃーちょ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 、お前にはレシックも ICL も必要ない、ただひたすらに失明しておしまいなんでございます。ブッチュブチュ、もう一丁与えてやりましょう。後ろからやってくるのは角膜レーザー、おしまいです。ギョロメッチスナー。本当に実際あれなんだね、クリアって何カップなんだろうね、という疑問を残しながら、あるいボス集終わりです。また別の作品でお会いしましょう。バイバイ。